皆さん、こんにちは。桜チップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is a transcript in Japanese on my website. 皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ついに、 二千二十三年が始まりました。このエピソードは二千二十三年の。一番最初に録音しているポッドキャストのエピソードです。ついに始まりましたけれども、まあ。今年。すでに三日ほど経っています。 どんな年始を過ごしていますかそして今年の目標はもう立てましたか私は今今年の目標を立てています。そしてこの3日間1月1日から1月3日は 家族とゆっくり過ごしましまた日本では三が日といって1月の1日から1月の3日までは会社など休みですなのでたくさんの人が家族のもとに帰ります そしてこの休みは家族とゆっくり過ごします。私は家族とおいしいご飯を一緒に食べたりそして神社に行きました。神社にやお寺にこのお正月に行くことを。 初詣と言います初詣をして家族で話してゆっくり過ごしてそして山にハイキングに行ったりしましたなのでこの3日間は本当にゆっくりと仕事も 仕事のこと,を考えずにとにかくリラックスして過ごしましたそして仕事もないのですることもあまりなくてなのでこう暇だとたくさん食べ物を食べてしまいますまあたまにはこういう 生活もいいいのかなと思っています普通の日であればもっと運動しようとか勉強しようとか思うんですけれどもまあお休みの間はゆっくり過ごそうということで多分体もだいぶなまっていると思うんですけれども。 とにかくゆっくりと過ごしました仕事は明日から始まります今年がどんな一年になるかワクワクしています皆さん今年もサクラチップスをどうぞよろしくお願いします それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあ、またねー。